それではゾーン沖縄大会いよいよメインイベントを迎えました。全日本スーパーバンタム級王者決定トーナメントの決勝戦です。今認定宣言が行われております。布施さん、はい、スーパーフェザー級のベルトに続いて2つ目のベルト誕生ですね。そうですね、全日本キック王座復活第2弾ということになりますね。これはやはり古くからのキックボクシングファンにとっても嬉しいニュースじゃないですか。まあ、オールドファンが見たらやっぱおっと思うんじゃないですかね。しかも初代ですからね。そういうことになりますね。続きましてチャンピオンベルトのお披露目です。さあ、新しいチャンピオンベルトがお披露目されます。これは東京から持って行ったんですね。そうですね、はい、素晴らしいですね。誰もまだ腰に巻いておりません。ゾーン沖縄大会本日のメインイベント、全日本スーパーバンタム級王者決定トーナメント決勝戦サブモランドトライス。アゴーナ平和スポーツ WBC ムエタイ日本バンタム級チャンピオン165cm55kg チバナデミット。まずはこちら、チバナデミットです。アゴーナマキチム沖縄RKA スーパーバンタム級西日本統一スーパーバンタム級チャンピオン 171cm55kg クリヒロ。そしてこちらがクリヒロです。クリーワナ両軍ナワン、はい、ゾーンの新たな歴史、そして全日本と名が付くこのタイトル、新たな歴史がここから始まろうとしています。スーパーバンタム級王座決定トーナメント、共に白いトランクスを着用しています。青いグローブが千葉な、そして赤いグローブが国広です。ボディを打ちました国広。国広は3ヶ月間もうナムサクロイのジムに行ってましたからね。あ、タイの方行ってたんですか。はい、この試合のために。この試合のためというか、修行中にこの試合決まったんですよね。ああ、なるほどなるほど。ブランク結構ありましたもんね。そうですね、今回ね、はい、10ヶ月あったのかな。ただ練習はなんか今まで来た日本人の中で一番やったみたいですけどね。まあそのあたり、じゃあ試合が決まって途中でその切り上げて帰ってきたということですか。そうですね。あ、試合の立ち上がりです。布施さん、はい、この立ち上がりの2人の動きご覧になっていかがですか。いや、緊張感ありますね。うん、お互いもちょっと細かいフェイントを掛け合ってるって感じがしますね。そうですか。なんかちょっとのミスがね、命取りになるっていう感じの緊張感のある感じですね。はい、試合は3分5ラウンド、そして肘ありのルールで行われています。互いに慎重にこの1ラウンド相手の様子を探りながら攻撃を当てたいところです。一番のローキック、どっちもなんか、ね、チャンピオンという名のつくベルトは2つほど持ってますが、やっぱりあえてまたこれをこの全日本のタイトルを狙うっていうのはやっぱり何かしらの気持ちがあると思うんですよね。なるほど。では改めて2人の選手について布施さんから紹介いただきましょう。はい、千葉奈に関してはどんな選手でしょうか。まあ、この選手も大変息の長い選手で、はい、で、今週といいますかね、今年になってから心機一転所属先を変えまして、はい、今横浜にある英和スポーツジムってところの所属でやってる選手ですね。現在23歳という千葉奈デビット。さあ、対する国広に関しては瀬さんどうですか。この選手はもう本当に沖縄を拠点に沖縄を代表するキックボクサーと言っていいと思いますね。はい、はい、で、東京でも試合たくさんやっていてですね、はい、ゾーンの本当旗揚げ第一戦もメイン務めてますよね。メインセミです。セミ入んなんか、はい、寺戸といい試合しましたね。負けたけど寺戸の3カ所ぐらい肘で切ってました。非常に名勝負、好勝負をする選手としてなんか印象深い選手ですよね。なるほど、はい。まあ、ですから初代チャンピオンにまあふさわしい選手と2人ともそうですね、いるわけですよね。前に出ます。千葉とも若いですからね。国広も28歳。残り時間が少ない第1ラウンドです。10秒切りました。パンチをまとめる千葉。レフリーがブレイクを命じます。ここでゴング、第1ラウンドが終了しました。
さて1ラウンドが終了しましたが、小林さんの目にはどう映りました？そうですね、まあ大胆なところもあれば、まあ、慎重なところがあり、なんか、お互いなんか何かを隠し持って、探り合いながらこうやってるって感じですよね。緊張感ありますよね。瀬さん、やっぱり5ラウンド戦ですから、はい、1ラウンドはある程度様子を見るというところがありましたね。ありますね。やっぱり2ラウンドになったらお互いやっぱり距離が近くなってきましたね、まあ、ある程度相手の動きを見てこれはいけるなとかです、ね、考えてるところがありますかね、はい、もう1ラウンドでも相手の状況はもう分かったってことですね、はい、右当たりました。黄色打ちましたね、やっぱりね。ボディを打ちました。千葉が引いてないというアピールでミドルキック国広です。しかし、まあ、小林さん、はい、国広のキックなんかご覧になってどうですか？いや、スピードありますよ。非常にキレがあるように見えます。反響をまとめました。千葉だ。千葉のはちょっと以前と比べてちょっと攻撃力増した感がありますね。なるほど。ジャブをついていきます。おっと、前蹴りです。千葉のもね、僕初めて見たけどこんないい選手いたのかって感じですよね。鋭い前蹴りを使ってきますよね。ローキックどうでしょうかね、小林さん。距離という面でいうとこれどちらの距離になってるんですか今？いや、どっちもじゃないですかね。お互い相手の本当に隙を探して、一発ポンって入れてこう主導権を握りたいっていう。どっちもじゃあ攻撃が当たる距離なわけですか。そうですね。さて、国広のキックローブローになりました。一旦時計が止められまして試合再開です。飛んできました、国広のパンチ。国広も入り方とかコンビネーションとかうまいんですけど、やっぱなかなかそれを許さないものがありますよね。この展開になりました。今気づいたんだけど、はい、音楽流れてますね。あ、そうですね。初めてじゃないですか、全日本タイトル。まあ、沖縄ですから、まあ、さっきラウェイでも流れてましたし、ね、はい、いや、タイトルマッチはこういうものだと思って沖縄の方々も見てくれたんじゃないですか。あ、そうですね。さあ、第2ラウンド残り時間が少なくなってまいりました。芝なんか少しプレッシャーを受けます。コーナーに詰めてきました。やっとローキック。どうですか、小林さん、ロー効いてますか？いやいや、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。距離が近くなります。残り時間が少ない第2ラウンド。お互いに手を出します。さあ、時間がない。ここでゴングです。第2ラウンドが終了しました。瀬さん、第2ラウンドの印象いかがでしょうか？いや、もう1ラウンドと比べてね、お互いあの距離狭めてガン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 いった感じがありますね。でやっぱり僕その中でも千葉のデビッドのプレッシャーがちょっと強かったかなって印象がありましたね。うん、そうですね。さあ、第3ラウンド始まっています。3ラウンドもまず千葉からいきましたね。はい。お互い3つ以上の攻撃を出せるとこう試合のあれ流れは変わるんですけどね、大体 3つで終わっちゃうんですよね。これ小林さん、3つ以上出せないのは何が理由ですか？やっぱそんだけやっぱり制空権がお互い守りながらやってるからなかなか入れないと思います。互いにキックを出しながら蹴りの応酬になってきました。そして近い距離になるとパンチです。どうでしょうか、小林さん、少し試合が膠着してきましたかね。そうですね。その均衡を破っていくには何が必要になってくるのか。やっぱりちっちゃい穴でもやっぱり広げていかないと、やっぱり相手の隙ができないので、それにはやっぱ攻撃という名の崩しですよね。うわっと右です。蹴り足を掴んでのパンチ。とどのつばでやっぱり崩しまでに至ってないってことですね。そう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 、攻撃当たってるんですけどね、相手が崩れない。そう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 、まあ、それは相手もうまくディフェンスしてるからこそっていうところはあると思うんですけども、
そうですね、お互いあのバランスが崩れにくいといい選手なんですね、はい、相手の攻撃を1発2発もらってもなかなか体勢が崩れないんで、それ以上いけないってことだと思うんですよ、お互いに。まあでもそれをできないとムエタイのとかの、そうですね、ベテランには穴を崩せず勝てないですよね。一流のムエタイ選手本当にね、あの針1本ね、はい、通せたら勝ちに来るじゃない。そうですね、小さなチャンスを大きくしちゃいますからね、彼らはね。なるほど、まあ一つ穴を開けてしまえばもうあとは大丈夫と、はい、いうところなんでしょうかね。さあロープギア詰めました、島田は肘、小林さんこの突きはどうですか。いいですよ、そう、ジャブを打ちながら距離を作っていきます。蹴りを使います。確かにまあ布施さん、さっき小林さんから指摘がありましたけども、はい、3つ以上というところがなかなか難しいですかね。そうですね、まあ、今 の, あの千葉 の, のラッシュもすごく良かったと思うんですけども、はい、やっぱりでも国の国のでしっかりガードしてましたからね、はい、そこはちょっとジャッジの評価分かれるところじゃないですかね。残り時間が少ない第3ラウンド、ミドルはミドルキック、わーっとミドルで返しました千葉田、右、ここでゴングです。第3ラウンドが終了しました。ちょっと千葉名は押してるような感じがしますね。第4ラウンドです。青いグローブが千葉名、そして赤いグローブが国広です。初代スーパーバンタム級チャンピオンは果たしてどちらでしょうか。これは当たってないか、レッティがブレイクを命じます。地元沖縄を代表するファイターです国広、早速実戦で使ってるわけですか。一番肘が見えなかったのはナムサックの絵ですからね、トップアカオか、この絵は試合巧者ですからね。やっぱりそういう見えないところからスッと飛んでくるわけですか。そうですね、スッと切りに行く感じですよね、はい、スピードも速いんですよ、右、近い距離になりますと組の展開が多くなってきます。小林さんどうですか、第4ラウンドここまではどうご覧になってますか。体密着する感じですよね、これをもう強引に振りほどく練習を、まあ、僕は現役時代やってましたけどね、いろいろタイヤ引いたりやってましたね、人を3人ぐらい乗して跳ね抜けたりとか、まあ、そういうねことをしてるともう強引さが出てくると思うので、やっぱり引き離すっていうのは力使うわけですか。そうですね、体全体で。また国の展開です。ちょっと布施さん、国の展開が多くなってきましたね、はい、そうですね、これ2人の消耗に関してはどうですか。いや2人でも疲れてると思いますよ、ただそれ以上にやっぱりベルトを取りたいって気持ちが強いんだから、はい、あの組み合ってあの攻撃をし続けてるんだと思いますね、はい、あとあんまりそのワンデーで2試合したっていう経験は今の選手ほとんどないから、やっぱ僕もねトーナメントやったことは疲れますよ、たとえラウンド数が短いとくても、まあ、やっぱりこのワンデーにはワンデーの経験といいますかね、コツというのがあるんでしょう、ね、まあ、そういう意味でいうと空手の選手なんかは割と順応しやすいんじゃないですか。どうですか。そうですね、空手出身の選手は結構、ね、大会によっては1日5試合も6試合も ねやるわけだからね。またブレイクになりました。あ、2人ともやはり疲れてるようです。4ラウンド、まあ布施さん、はい、5ラウンド戦で4ラウンドあたりは本当にきついでしょうね。あ、もしかしたら一番きついところかもしれないですね、はい、逆に言ったら次のラウンドがあるからちょっとなんかいけないっていうところあるじゃないですか。なるほど、少し体力を貯めて次最終回行こうみたいな。なるほど。さて第4ラウンドが終了しましたが、4ラウンドご覧になって小林さんどうでしょう。だからさっきみたいな感じでやっぱりちょっと流し気味ですよね。ちょっと振り切れないところありましたよね。
さあそしてファイナルラウンドゴングが鳴りました。このラウンドにかけてるもう振り切ってもらいましょう。押していきます富広です。まあそのぐらい勝ちたいんでしょうね。そうでしょうね。どう使います。また組んできました。少し組の展開が多くなりましたが、まあ、ただ布施さん、はい、かなり国広が膝使ってますかね。そうですね、膝で勝負を決しようとしてるんじゃないですかね。期待取りの膝、使います。また組の展開、今の時代もう完全に密着した状態で上げる膝ってそんなにもう取らないんですよね、うん、最低で昔みたいにこうやって出してればというとどうなんですか。あんまり有効ではないと。有効ではないと思いますよ。飛び膝、この密着しての膝は有効ではないそうです。ないそうですか、わからないですけど、ジャッジやってるんで。近い距離です。ああ、しかし布施さん、はい、かなり消耗が目立ちますね。ですね。まあ消耗は確かにしてますけども、あれですね。お互いこの気持ちは前に出てるって感じの攻防が続いてる感じがしますね。はい、もう1分半切りましたから、いよいよですね。はい、ですね。あ、2人ともラッシュをかけたいところです。勝負をかけたいところ。コーナーに詰める。千葉だ。前に出ます国広、まあ、こういう状態だと一発パーンとこうなんか印象的なものをやると違うと思って、はい、こう一発狙いなんでしょうけど、うん、もうここまで来ると変わりないですよね。そうですね、多少のそのクリーンヒットがあっても、国の展開が少し目立ってまいりました。お互いに苦しいところです。怒涛のラッシュがないとダメですよね。チャンピオンベルトを腰に巻くにはここでラッシュが必要です。ゾーンで2つ目のチャンピオンベルト、共にすでに今日1試合を戦ってきました。前蹴り、柴田どうでしょうか。パンチは打てないか。残り20秒切っています。ミドルからパンチ、いく2回になりながら、バランスを崩しました。もう時間がありません。先に立ち上がった国広、ここでロング試合終了。どうですかね。これでも判定採点しろっていうのもね。さて勝負は判定決着です。判定結果をお伝えいたします。ジャッジ玉木49対47、青千葉のデビット、ジャッジジェームス49対49、ドロー、ジャッジ井上49対48、赤栗弘、以上1対1、判定は1対1、決着つかずドローとなりました。三者三様でしたね。そうですね、ジャッジ1名は49対47で千葉田、そして49対48で国広、そしてもう